2020年の元へは、フィムロードレース世界選手権の第72回大会の電動バイクのクラスで、元へとしては2年目のシーズンとなる。元へ初参戦のジョルディ・トーレスが4度の表彰台を獲得するなど、前戦でトップ6フィニッシュを達成し、最終戦フランスグランプリでタイトルを獲得した。車両は全チームがエネルジカエゴコルサを使用する。 同一週末に2レースが開催される場合、E ポールでレース1のスターティンググリッドが決定され、レース2のグリッドはレース1の順位をもとに決定されることとなった。これまではレース1.2とも E ポールの順位でスターティンググリッドが決定されていた。2019年9月に発表された元へ暫定カレンダーでは、スペイン、フランス、オランダ、オーストリア、 サンマリノの5会場で6つのレースが行われる予定だった。2020年6月に新型コロナウイルスの感染拡大の影響でカレンダーが以下の通り改定された。新型コロナウイルス感染拡大の影響で以下のラウンドがキャンセルされた。シーズンカレンダーは新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受け多くのレースがキャンセルや延期となり、 シーズンのスタートが全体的に遅れた。ポイントは15位まで。完走した場合にのみ与えられる。E ポールでファステストラップを記録したのはマッテオ・フェッダーリだったが、前線アンダルシア GP で無責任な走行をしたとして3グリッド降格ペナルティを受けた。このため2番手タイムを記録したマッティア・カサデーがポールポジションからスタートしたが、公式記録上ではフェッターリが ポールポジションのままとなっている。ありがとうございます。